微笑みの貴公子として人気を博したペ・ヨンジュンの映画デビュー作。フランスの古典小説を題材に、朝鮮時代のきらびやかな宮廷で繰り広げられる貴族たちの危険な愛憎劇。映像、音楽、美術ともに洗練された芸術品のような映画、スキャンダル。